定着機ユニットの交換手順新しい定着機ユニットをご用意ください。戻るボタンを4秒以上押し、シャットダウン開始、はい、いいえを表示します。はいの表示で設定ボタンを押します。 シャットダウン中ですと表示され、シャットダウン処理が開始されます。電源を切ってください。シャットダウン完了しましたが表示されたら、電源スイッチのオフを押します。向かって左側にあるオープンボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。この時、カバーを完全に開くようにしてください。 使用済みの定着ュユニットを取り出します。印刷直後の定着ュユニットは高温になっています。手を触れないよう十分注意をしてください。暑い時は無理をせず、冷めるまで待ってから作業を行ってください。青色の定着ュユニット固定レバーを手前に起こします。定着ュユニットのハンドルを持ち、 プリンターから取り出します。この時、LED ヘッドに当たらないよう注意してください。新しい定着器をセットします。定着器ユニットの青色のレバーを矢印の方向に押し下げながら、オレンジ色のストッパリリースを取り外します。定着器ユニットの固定レバーを手前に起こします。ハンドルを持ち、 定着器ユニットをプリンターの中へ静かに入れます。青色の定着器ユニット固定レバーを奥側に倒し固定します。トップカバーを閉じます。これで作業は完了です。